かアトラスインターフェースはアトラスパスか、アトラスパスはワープ何回かしたらどっかのレシピが出るらしい。ってことはちょっとここでマニュファクチャーファシリティ探してみる。ってことはスロット10個に占有されるの。え、そうじゃない。スタックできねえだろうからな。まあでもあんだけ長い距離行けばでかい船も手に入ってるんじゃないか。スロットも拡張されてるし。ちゃんと星を行ってればだけどね、吹っ飛ばしていったら船は進化しないけど、一応こう集めていけばスーツが多分ね育つ、スーツを育つポットを探して行けばスーツのインベントリは増えるはず。浮かんでるぞ。大丈夫かこれ。やったぜ。オペレーションセンターってなんだ。やったー、それそれそれ。迷子のご案内。迷子センター、それ迷子センターだな、オペレーションじゃないかな。ナイス、神か。アトラスストーンって船のインベントリでもスタック数変わらんの。わかんないけど、この緑色だから、緑色だったら1個しか持てないかもしんない。あ、ワンオブワンってなってるじゃん。多分無理だけど、ベリーハイバリューキュリオシティだから分かんないけどね、多分無理だと思う。でもまだ1個目だから検証できない。2個手に入れたら分かるね。よし、オッケー、行こう。
あれ船どこだ、されていく。ナイス。もうスーツの方が宇宙船よりお金かかってる感じ。これどうやら拡張している数に応じて新しく増やすときにはエニッツが多くかかる様になっているんだ。あーそうだね、多分ね。でもまだ 9万とかだったから、何スロぐらい開けたっけな。10スロ以上開けてるな。スーツの方が高いかもな。でも最初は3万とかだったから、多分ちょうど同じぐらいな気がするな。1万ずつ高くなってる気がする。そろ新しい船も視野に入れたいね。欲しいね。ただ金の溜まりが遅いけどね、かなり。お金全然溜まってないさ。地道に掘っとけばよかったかな。ゴールド。とりあえずセンチメルをワンパンできるようになってほしい。ワンパン無双やんけ。アップグレードすればできるかもな。はい。Something deep is in complex is manufactured. Surface feel hot touch hidden.プレートオブスレッドオブサーマイ、熱いぞ。レーザーリフレクションシステム。わかんねえんだけど。はい、なんて言ってると思う。
いでわかんねえ。コーションハイなんとかかな。クールスクールするか。やったー。いや、それはいらないっす、別に。バトラスパスはないのかよ。お、今多分暑すぎますって出てたんだよ。ハイ、ハイテンプラチャーって出てたと思う、多分予想では。だから冷やしたら正解だって。で、あそこではね、レシピを教えてもらえるんだ。レシピ、今レシピを教えてもらって、正解してレシピもらったんだけど、よくわからん、いらねえシートの作り方だった。違うんだよ、俺が知りたいのは、俺が知りたいのはアトラスパスなんだよ。今作れるようになったのはこれか。エネルギーストレージユニット。気軽に T わら1フォローしてね。ハートのボタンをクリック。フォローわらみー。フォロー、センキュー。これ、アトラスパス。どういうこっちゃ。スペースステーション。ワープリアクターシグマ。ワープリアクター。ハイパードライブイズグランティッドワロボロバーストディープスペースエクスプロージョン。え、これいるんじゃない？これ必要じゃない？ハイパードライブってワープのやつで、ワープ長くできるんじゃないの？来たか。センキューフォロー。
今のもらったな。正規アイキャンもアップロンガーディスタンス。スーツがでかくなってきた。そろそろ宇宙船も、宇宙船よりスーツの方がでかい。スロット数が制作が課題ですね。そうだね、金作は今のところ俺が最近の金作はディギングゴールド、金を掘ること。テクノロジー、特にアトラスパス、アトラスパスはマジでないんだが、ワープして行ってみよう。ほらこれ、なんか特殊な宇宙ステーションでアトラスパスの設計図ゲットしてるの見たことあるよ。特殊な宇宙ステーション何やった。
何これ待って見て、580万100,000万10万100万。これって DLC もあるんですか？ DLC あるらしいよ。無料って言ってた。なんか今後出るのが。580万。そりゃ貴重だからな。センキューホスティング。だけ船買えるやん。船、宇宙船買える。わら船買えるやんけ。高すぎやろ。たベリーエクスペンシブ。消費者センターに訴えよう。船、俺の船より何倍も高いんだけど。10倍ぐらい。10 times my spaceship。しかもコッパーとか売ってねえし。欲しかった。40スロットくらいの宇宙船買えるんじゃね。わら600万。いや買えない買えない。さっき32スロットで3日間採掘いけるか。1600万だったか。採掘で買うの。いきなり10個買うか。あー確かにそれ俺ね好きなプレー。この時点で10個買うこと可能じゃん。物理的には採掘ずっとし続けてさ、あれ10個買ってさ、なんだっけ、アトラスストーン、バイアトラスストーン、テンアトラスストーン。ただ何に使うかまだ判明してないけどな。なんか最初のドラクエとかで最初のお城で鋼の剣まで買うのが好きだよ俺。鋼の剣までずっと金貯めて、鋼の剣買って、そっから冒険スタート。それ好きなんだけどさ。ただでもアトラスストーンの使い道も分かってない。しかも誰も来ない。跳ねるよ。ちょっとまずイリジウム打ってくれ。はげるはげるプレイ結構好きなんだよね。白騎士物語っていうゲームでクエストを何回も何回もやってレベル上げするんだけど、単調な作業なんだよね。それをやり遂げた男だから俺、プラチナトロフィーっていうのを取るために。プラチナトロフィー。緑系の資源ってどこで取れるか調べられないのかな。ピンって何。ピン、ピンレシピ。緑系のやつは白騎士物語ってちゃんと続編出たの。え、続編ってあったっけ。あ、出たと思うよ。2ってなかったっけ。緑はアステロイドじゃね。
ステロイド、これのことじゃなくて、まあ、これではないよね。これはね、エクストリームリーレアアイテム。あぶねあぶねあぶね。っていうか人が来ない。どうしたの？ Anyone? Anyone? ステーションに誰も来ないんだけど。あ、なんか書いてるな。ギャザーモンアピュード。ん？何個いんの？ PS3 の伝説。白騎士。1個って書いてんじゃん。どういう意味？右下になんかさ、もう1個買えみたいなこと出てんだけど。誰も来ねえ。おい、誰か攻撃しに来いや。バグってんのかこれ。トレード、アイニーダトレード。わらおうわら、スキルプレイング、アイニードアンティマイナスマター、リッドユーバイイット。あ、もう一つ黄色のパーツを変えて言ってるのか。何のガイドだろ。カッパーもイリジウムもちょっと変わった小惑星から取れんかった。あー、これ場所による、場所による。あー、アンチマター、 I get I buy buy it I from リッチマン、なんだっけな。はあ、ヘフマンタンから買った。アンチマターって買うより作る方がお得だったような。はい、ボート、アンチマターフロムヘフマンタン、ヘフマンタン、ヒーズリッチマン、ヒズシップイズベリービッグ、ベリービッグシップ、ファインドベリービッグシップ。カッパーどっかの星に浮いてたが、なんとかタンから買って。そうそう、ヒーズベリーリッチアンドビッグシップ、ヒーセリング。ジョホタンじゃなかっけ。イエス、ジョホタン。オーケー、高すぎ。わら、左の丸い小惑星。小惑星行ってみる。左の、あ、今あったのこれか。Yes, Johotan is selling dark matter. I bought from Johotan. 多分ね、3アンチマター I bought. Thank you follow. アイアンだ、アイアン。欲しいな。
ペースアノマリーって何、宇宙のアノマリー、アノマリーってなんだっけ、最低、最低取引か。そしてここもアイアン、アノマリーってあのさ、最低じゃないの。センキューホスティン、スペースアノマリーの、経済学でさ、アノマリーってあるんだよ。あ、エコノミック。得意点。あ、ここでアトラスパス手に入れてるのを見た気がする。シンギュラリティ。得意点 is シンギュラリティ。アノマリーは多分異常現象だね。エコノミー、アノマリー is 最低。in Japanese。異常な取引、アブノーマルトレードってことはアトラスパスあんの、マジか。ハローハロー、二つの人がいる、2つの種族がトレードしてるからアノマリーなの。しかもこいつなんか偉そうだぞ、プリースト。こいつ位高いんじゃない、レアリンギスティックフォーム打ってたら面白い。わら、ここは何かの観測場なんだろうか。異種族が交流してるぞ。プレジャーナダディバガントコバックスアシスタンスオファードルートゥギャラクティックコアリコネクトウィズアトラスフォアガイダンスリソースフォアジャーニー。ああ、アトラスに接続したのか。旅のイエスだよ、イエス。The answer is yes。 アトラスに接触したからだ、こいつらがいるんだ。 As I approach the electric being It spring to life From its dark mask Scanning beam スキャンされている俺。こいつの言葉が通じるって言ってる。気軽に T わら1フォローしてね。ハートのボタンをクリック。フォローわら2。It offers me a choice. It can show me how to harness a black hole. は？ブラックホールから生き残るの？アトラスにつながったから言葉が通じるのか。いや、わかんない。こいつが位が高いからかもしれない。こいつの知能が高い。パスオブアトラス。あ、ほんまや。まだここの文章読んでたけど。来たか。イオンダーティームアポンジャーニーとセント。It can light my way to Atlas Interface, so I may follow a path. Or it will assist me in my own explosion. Resource to aid explosion.プリーズサブスクリブ、ファインダーショットカット、スポンサー登録よろ。レジュームザアトラスパス、パスオブアトラスって。でも違う、アトラスパスじゃなくて。いや、でもこれを選ぶしかない。
レジムザアトラスパース。あ、違う。何を教えてほしいか聞かれてた。知ってるわ、それは。違った。知ってるわ。パスじゃなくて、パスってのが、わら。知ってるわ、それは。道筋だわ。パスポートだわ、俺欲しいの。しくった。ミステイク。違うから。I need Atlas Pass Not Pass of Atlas Friend everywhere Transmit Species Data 初見です。あ、初見さんいらっしゃい。今アトラスパスを入手したい。宇宙の探検してます。ちょっと夜だから声が出せないです。まあとりあえず俺は OK でいいよ。ちょっと読んでないけどデータをあげるよ。あっやった。出したらこれ来たー来たー来た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 。まあいいやとか押したら、読まないで押したら来たわ。いけるやんけ。 Finally I got it I got it やったぜ。やった。おおおおめでとう。なんかこいつがくれた。むしろありがとう。パチ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 。 Thank you。 いけるやん。しかもここになんかある。これ気づかないだろ。これ気づかないで帰っちゃうだろ。開かないなっつって。 OK、 アトラスパスゲット。帰ろう。ここに武器あるの気づかないだろ。ここにもある。いい20X ヒデンインサイト。どれ。弱いやん。ニューテッポー9スロット9スロット But I have 10スロット。弱い。カエルの人とさらに何かできるみたい。あとカーボン上げて話すと金で技術変えた気がする。マジ？しまーす。かわいいな、カエル。シップテック、ウェポンテック、スーツテック。高いやん。2万するやん。とりあえずスーツのテックはほとんどつけないから、ウェポンとシップだな。ウェポン。いらないわ。もっといいもんくれ。金の無駄だ。こいつね、足元見るか。値上げしやがったんだけど。ファック。なんで値上げしたんだこいつ。 Thank you for all。 かわいい値上げ、わらわら。かわいい顔して値上げしやがったんだけど。ファックだ。わら。俺あんま金ないぞ。繰り返し要求できるけどってところか。楽な野郎やで。とりあえず買うか。じゃあ、ん？ファルスジェット。
初見。いらないっすよ、パルシェットは。初見さんいらっしゃい。宇宙探検してます。今ヨルダンで声が出せないです。だってわら、世知辛い宇宙だ。しかし金が物を言う時代なんだろう。くそー、このカエル、クソカエルが。パクリなのどれ、次はいくらなんだ。こうしてまた無駄遣いをしてしまった。能登重工 CEO、 カモ的な雰囲気出すから笑ファック、なんでや。8万、さっきよりは値上げ幅が低い。おかしくない？普通さ、2万だったら次4万じゃん。6万ってなんでなんだ。2万、6万、8万、もう買わねえよ。くっそ、ぼったくりやがって。銃もいらないでしょ。この人はなんかない？もしかして喋れない。ランにせよ、アトラスパスが来たから目的は果たした。これしばらく採掘で稼がないといけないな。また炭鉱夫やらなきゃいけないの？くっそ、まあいいわ、アトラスパス。あ、あともう一個集めろって書いてるね。ダイナミックリゾネーター。ここはどこ？青い星がある。スペースステーション行こうか。何回か来たらスロット数変わったりするんかな。銃がね、俺多分3本目ぐらいなんだけど、最初は5スロットぐらいだったよ。次が8スロぐらい。あ、忘れたけど、ちょっとこのゲームの今までの感想はどう？俺はね、かなり面白い。まあ、俺個人的に宇宙が好きで、探検できるのが面白い。宇宙好きなのもあるし、まあそうだね、まあ、かなり冒険してる感はある。あとはまあおすすめできるのが多分、まあバイオショックとか好きな人とか、あとなんだろう、集めるのが好きな人とか、こういう人にはおすすめかも。あとはいろんな動物とかいたり、なんだろう、綺麗な星もあるから。